ロシアのプロドゥノーバの1本目の跳馬です。前日の個人総合は5位でした。まず1本目、この選手の特徴はどんなところですか？この選手は前方系の技が得意なんですね、はい、で前方系っていうのは頭が最後に来ますので非常に着地を取るのが難しいんですよ、はい、でも跳馬だけに限らず平均台でも難しい技をこの選手こなしてきてますのでそういったところが特徴のあるところじゃないでしょうか。昨日も2本とも着地を止めてきてます。そうですね、昨日は前方系を2回飛んだんですが、はい、ピタッピタッと決めてきましたが、はい、さあ2本目、これはロンダートの入りですね、はい、